流れた？聞こえないですけど、ここから。右しか聞こえないんだ。いや、接続の聞こえないね、右しか聞こえない。あーすごいね、なんかこれ端子が悪いんだ。いきます。ちょっと待って、いくよ、ちょっと。FM ギノの時の皆さん、こんにちは。今日は7月11日、月曜日、サザンブリーズの時間です。今日はですね、昨日はヒルズ通り沿いにありますじゃなくて、昨日はトロピカルビーチより、これより4時まで生放送をお送りしたいと思います。はい、お相手は、私、早見と、はい、だから初めての取り組みで、どうなこうなるか心配なんですけど、目の前に泳ぎが見えて、行かないでね。急にね、CM 中に泳ぎに行くのもありかなと思ってるんだけども、ダメ？ちょっと厳しいな。ここ慣れてないからね。そっかそっか。今ね、ここどこって言えばいいの？伊豆。ここはね、入り口からちょっと入って。違う、場所、場所。入り口入るとかそんな場所場所、ヒロワンズのそうトロピカルビーチ売店の中から生放送してますよ。目の前にいる人たち何やってんだこの人って感じで聞いてますけど、生放送してます。はい、YouTube で、ちょっとバタバタなオープニングだったんですけど大丈夫ですか？大丈夫ですよ。なんかもう皆さん海に泳いでる人もいるからさ、水着の人もいてさ、ウキウキしちゃうね。ね、今日そこまで風もないしね、なんか気持ちよさそうですね。はい、風があった方が気持ちいいか。確かに。もうなんか、ヘッドホンしてないから変な感じです。そうなの、ね、本当になんか今番組してるのかなっていう感じなんですけども、届いてるかな皆さんのところ。聞こえてますか？聞こえてますね。ね、本当ツイキャスも見ながらね。そうそうそう、ないんですけど、ツイキャスと見方が、はい、開きね。ツイキャスの方もやってますので、サイマル放送など皆さんインターネットからもお楽しみいただけますので、そちらもお楽しみください。では今日のテーマ発表したいと思います。今日のテーマあれできないの？今日のテーマのあれはエコできないか。ではいきます。今日のテーマは好きなアイスクリーム。はい、どうですか？誰もヘッドホンしてないのわからないっていう。はい、もう一回お願いします。今日のテーマは好きなアイスクリーム。なかったで、どうでした？見てないです。見てないですか？はい、今ね、いろいろひろきくんとかが頑張ってるんですけども、4時まで頑張っていきましょう。いずみさん、今日ね、好きなアイスクリームってことで、いずみ好きなアイスクリームあるでしょ？ありますね。コンビニだったり、やっぱりね、そうコンビニのやつ、今美味しいさね。やっぱりここに入ってきた時にやっぱりアイスクリームが、そう、いずすぐさアイスクリーム食べながら放送しようって言って、おいおい遊びじゃないのよ。まあね、頑張ります。だから本当に今の季節アイスクリームがね、いい時期なんだよ。沖縄の人ってアイスよりなんかかき氷とかでしょ？うん、そうじゃない？そうそうそう、そうなの。タミさんも結構そっちの方食べる？なんかね、もうアップなっちゃうんだよ。私もね、そうかき氷とか全然とか食べるよ。大丈夫ですか？喋れてますか？喋れてる、喋れてる。あ、ツイキャスもいっぱい来てますよ。そうですね。ちょっと拾っていっていい？はい、お願いします。AKB ファンさんから来てるね。あちゃん、電波悪いわって。まあ、外で放送してるので、そこのところ、ちょっとずつ良くなってきます。勘弁してください。セブンさんも来てますよ。止まる。私たち自分止まってないので、めげずに見てくださいね。動いてます。動いてます。で、アサイムさん。どうも、ハイサイ。あれで、どこやねんって。ね、ここはね、トロピカルビーチの中にあります、はい、そうそうそう、売店の中で放送してますよ、はい、皆さん、トロピカルビーチに遊びに来てください。目の前はさ、窓になってるので、見えるよね、みんなの顔も。すごい、もうみんなに向かって話してる感じなんだけど、誰も私たちのこと見てない。見て見てって言って。はい、黄色い顔の人がさ、洗濯物干しっぱなしだよ。
よって。あれすごい。これは彼氏ウェアって言って商品なの。いかにもあるみたいじゃない。あーね。私たちの洗濯物っていう感じの感じなんですけど、まあいった、あの商品ですからね、はい、よろしくお願いします。では、ひどい顔の人早見で同じにキュンキュンするってか、さっきからさ後ろから映っててさ、私にやっぱり喋れないからごめん。私はゆっくり喋ります。はい、はい、で DJ マシャさんも来てますよ。おー、外かってことで、外で、ね、外で放送してます。うん、はい、いや、なんかタイガーさんってよかったですね。よかったよ、そこまで猿っていうか、ね、こないで下の方に通っていったんだよね。ちょっと一時期心配したんですけど、なんかね、すごいあの、ゲリ、なんだっけ、ゲリラ豪雨好きだね。それが結構ありましたよね、好きだね言わせようと思って、はい、ではでは、まあ、早速テーマのさ、あのアイスクリームの話も来てるので、まずはここで曲いっちゃう？そうですね、行って、その後あのまたテーマトークだったり天気予報などなどお知らせしたいと思います。はい、じゃあ曲何が流れるか、はい、たまちゃん任せです。わお、たまの好きな曲、はい、お願いします。鳥さんがいたな。ゆっくり喋ってみて。はい。びっくりした。なんかさ、ゆっくり喋ってた時に、うん、何？何言われたから、なんか飛んじゃった。飛んじゃったよ、ゆっくり。早見にゆっくりはないな。なんでゆっくりだったんだ。多分聞き取りにくいんじゃん、彼の声は。聞き取りにくいっぽいです。そうなの？って言われた。ジミさんの声もなんか聞き取りにくいんだ。モニターしないと分かんないんだよ。確かに。なんだろうね、電波の都合かな。こっちは多分音は綺麗なんですけど、はいはいはい、あの映像がカクカクしてるので、気のせいかなと。でもどうしてもやっぱりお出かけしちゃうとね、声がね、声がね、なんかね、そうですね、声やっぱり、うん、ちょっとないね。天気予報とか言わなくて。そうだよ、天気予報言わないと。
CM 中です。遅いんだね、普通に。取れちゃう？なんかちょっと違う、違う、うん。路上障害物があるそうです。はい、また
沖縄道下り夜間インターチェンジ付近故障車が出ている模様です、はい、皆さん前方注意して運転してください。以上道路交通情報をお伝えいたしました。はい、はい、では今日のテーマ、はい、結構はできません。好きなアイスクリームということで、皆さん好きなアイスクリームをどんどんお待ちしております。はい、さっきね、メールアドレスの忘れてたので、お願いします。今言っていいですか？はい、はい、メールアドレスは797@fmkinowan.com、はい、797@fmkinowan.com まで皆さんいっぱいお待ちしてますので、はい、ぜひ何でもいいので好きなアイスクリームを送ってきてください。はい、ここで一通紹介してもいいですか？はい、お願いします。先生から。あ、先生先生ありがとうございます。今日は夜中4時から動いております。お疲れ様です。早いね、うん、最近腰が重いと感じる私でございます。私もですよ。私もですよ。整骨院に通ってます。通ってます。はい、好きなアイスクリーム、はい、チョコレートと抹茶でございます。あ、いいね。いいですね。で、バニラアイスのことを南極と言っています。残念ながら今日は来れませんが、来週遊びに行きますぜということで。ありがとうございます。お待ちしておりますよ。この時間はもうずっとこっちで放送なんですかね？そうだよね。じゃ皆さんね、トロピカルビーチに遊びに来てください。はい、よろしくね。ではツイキャスの方もね、そうなのよ。ツイキャスの方でね、ですね、セブンさん、はい、サーティワンのバニラクッキーが好きだそうです。ありがとうございます。はい、でルドルフ2006デシ、すごいな。ぜんざいでは、あ、ぜんざい、そう、沖縄といえばやっぱりね、ぜんざいがね、うん、豆もさ、大きくて、氷がドサって山盛りになってる。前菜がさ、いいかなと思うんだけど。なぜ前菜が前菜何の前菜が好きですか？あ、前菜ね。前菜です。私、ミルク前菜が好き。あ、私もミルク前菜。一緒かよ。でもさ、ミルク前菜ってさ、うん、何がかかってるか分かんなくない？ミルク見た目的にほら、なんかマッシュルームの上にあるから、うんうん、なんか氷食べてるみたいな。いや、そうでもないよ。なんか出てきた時さ、あ、ちょっとなんか色を入れてほしいと思わない？ミルクに？ミルクがあったらさ、なんかないかな？感じた。確かにね。でもさ、あの氷と前菜とミルクが溶けたくらい色で、それがね、美味しいんだよね。うんうん、もうなんか観光客がさ、写真撮るときにさ、ただの氷っていうか、それに見えるっていうね。よくね、私の友達が、なんかやっぱりあっちが良かったかなとか、うんうん、あー、色が透けてる方が、うん、なるほどね。なんかね、沖縄の前菜って豆が大きいんだよね。うん、豆大きいね。エディだったところは青森県。青森ではね、前菜はやっぱり氷で食べるっていうものがなかったし、あまり豆食べるっていう文化がなかったから、はいはい、あ、そっか。そう、あの豆はお弁当の中に入ってるっていう。あ、そうなの？そうそうそう。あ、じゃあ、キンキンみたいな。そう、うん、そういう感じ、なんかちょっと甘煮みたいな、あ、豆の甘煮的な感じで乗ってて、口直しで食べるっていうイメージがあった。そういうことなんだ。へえ、すごい。アルファイムさんが、はい、ん？トロピーでアイスの売り越しながら生中継してるって。あー、暑くて全体放送できないよね。確かに確かに、もうアイスに集中しちゃうかもね。そうだね。あ、お兄さんありがとうございます。ありがとうございます。そう、いろんな方が見てくれるんですけどね。何してんだっていう。そうだね。こちら生放送してますよ、ね、もうちょっとしたら届くようになるからね。そう、ここね、やっぱりシャットダウンされてて音がね、あの届かないから、ただなんか動いて喋ってるって。そうだね、マイク持って喋ってるみたいな感じになってるけど、やっぱりあの平日でも人がいっぱいいるから、ね、こんなにいるんだね、うん、面白い。見てるだけでもさ、触ってるだけでも面白いね。一緒になってるから。さっきチューしてた人いた。チューしてる人いたの。そう。イズがさ、真面目にあの交通情報を伝えてる時に、私もそこばっかりしか目に行かなくて、チューしてるチューしてるっていい感じだった。あ、羨ましい。やりながらこっち来たからね。そうそうそう。連
でひろきに突っ込んでるんだよ。ひろき一生懸命さ操作してるから、まゆみさん静かにしてみたいな感じで全然相手にされない。そうそうそう、皆さんも遊びに来てください、ぜひ ね、 ね、これはリーさんとジヒョンさんね。ジヒョンさん、こんにこんちくわ、はい、こんちくわ、ハーゲンとかレリーなどの高級アイスの1パイントサイズを一人で一気に食べたい。1パイントサイズってどんくらいなんだろう。あれじゃないね、やっぱりね、大きい大きいんだ。おーを一気に食べたい。わかる、これはね、こんな贅沢な話しないよ。お姉さん何探してんの、コンタクトかな。今下向いてさ、いろいろ探してるんだけど、なんか窓開けてインタビューしたいね。すごいよ、一生懸命探してますね。あ、まだまだね、ツイキャス来てますよ。はい、はいはい、セブンさん、うん、セブンさん、うん、あ、シロクマアイスもいいな。シロクマアイス、なんだろう、シロクマアイスってほら、いろいろこう入ってるやつ、あ、フルーツとか、おうおうおう、コンビニとかにも最近、あ、そうなんだ。あれ、熊本のアイスだっけ、なんか九州だったかのね、アイスで、うん、最近コンビニでもすごい人気で、あ、そうなんだ、へ、うん、いいね、はい、先ほどのジェヒョンさん、さん、うん、いい、ジェヒョン、改めてチャラ男の弟子でーす。チャラ男って、焼き味噌。ジェヒョンは改めてチャラ男なんだ、よろしくね、ねね、向きのワンでも沖縄に来られてたんですよね。そうなんだよ、皆さん、そうそう、リスナーさんが沖縄に来て、うん、番組したそうなんですけども、ね、いいね、こういうのも、ね、こういう風な、ね、つながりができるっていうのいいですよね。そう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 、はい、じゃあメールも続いて、はい、行きたいと思います。はい、はい、あ、はい、では、はい、早見大好き猛虎会さん、いまだになんかすごい猛虎会、猛虎会さん、いや、違う、ついにも言えない、1年くらい経つんじゃない、この名前で。よう、はや&はや、サザンブリーズ好きのリスナーの皆さん、こんにちはです。こんにちはです。ツイキャス配信失敗だわ、イーズとハヤミがドボットな動きでウケるわ、いいでしょう、はい、もうコメントしながら、最後のラジオで聞きながら、はい、イーズとハヤミの前で、水上バイクのユナがメールしてますって。おー、すごい、そんなのもできる、バジャバジャもあるんだね。好きなアイスクリーム、はい、俺の好きなアイスクリーム、サーティワンのチョコミントですかね。はいはいはい、嘘嘘もつかっけ。そうの冷凍でも味ですわ、以上ということで、今日リクエストもらってるんですけども、今日はもうちょっと決まった曲しか流せられないので、すいません、リクエスト曲もありがとうございます。また次ね、操作できるようになったら何でもかけますので、ありがとうございます。なんとなんとチョコミントが好きって言って、どうですか。私もチョコミント好きで、あ、好きそう。やっぱり暑い時はミントチョコとか食べたりする。なんで変えた、なんで順番を変えた。でもミントチョコが名前になってるよね。これチョコミント、あ、そうだよ、ミントだよね。 なんで今変えたのかなと思ったけど、あ、まあ私もね、今ね、はい、行きましたよ、サーティワンに。うん、まあ、ちょうどダブルがトリプルになるみたいで、へえー、そうなんだ、うん、CM やってる、やってんのかな、うんうんうん、あ、なんか、はい、覚えのあるシーン、真似できる、真似できない、パブリコンやったらできるけど、なんかすごいニコニコしながら言ってたから、チョコフルートはびっくりしたよ。して、私は、うん、ね、チョコミントじゃなくて、チョコミントも好きなんだけど、ラムレーズンが好きですね。へえー、サーティマンだったら、へえー、うん、あのプチプチしてるやつ、プチプチしてるかな、プチプチしてるやつって違うやつな気がするんだけど、そうよね、あ、そう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 、全然違うし、違う。でもちょっと違うやつだって、レーズンだって、いろいろ探しますね、なんかお姉さんずっと探してますけど、ね、あら、コンタクトじゃなさそうですね、範囲が広いから。え、そうの冷凍レモン味も好きなんだって。ああ、そうなんだ、うん、なんだろう、ギャグ言ってるよ。そうなんだ、そうなんだって。まあ、そうは美味しいですね、美味しいね、はい、あら、素敵な方から、はい、はいはい、来てますね、先ほど声かけしたら早速来ちゃいました、ありがとうございます、はい、どうも
も早見さん、はい、早見さん、スタッフの皆さん、はいさーい、はいさーい、例の衆院議員選のせいか、あまりにもショック、大バーゲンで使われないアルファミングキーンです。あらー、そういう方も多かったみたいですね。そういうのもあれかな、はい、結果だったり、はい、うん、まあ、見ていきましょう。そしてさて、今日のメールのテーマ、アイスクリームということで、はい、最近自販機で売られているアイスが美味しく感じます。わかる、私も好き。美味しいですよね。美味しい美味しい、はい。ただ今年に入って発売されたアイスで、ポーラベアが非常にまずかったです。まずい、まずい。同じクリーム味でも、以前は普通のビスケット生地との組み合わせが良かったのに、今回はココアビスケットの組み合わせはないなと感じています。二度と食いたくないと思う。好きなアイスクリーム聞いたのに、嫌いなアイスクリームパターンもあるのね。なるほど、はい、もし時間的に大丈夫であれば曲のリクエストもお願いしますということなんですけれども、今日はダメかな、たまちゃん。あー、残念。今日は残念ですが、またかけれるように、はい、うん、しますので、はい、はい、ありがとうございます。ということで、うん、はい、はい、その前に、その前にまだ大丈夫、行きます、はい、じゃあ今回はたまちゃんのセレクトで。おー、いいね。たままたいい曲流すんよ。チューしてたカップル入りよ、ほらまた来た。海っていいね、いいね、見るだけでいいね。海がそうさせるのかな。そうかもよ。だってさ、もうセクシーじゃん、格好とかも髪もなびいてさ、絶対 AKB ファンとかさ、何チャラ王ジェヒョンちゃんもすごいんだよ。やばい、やばってなるから、ここからね、ずっといるだろうね。ちょっと座ってて、はい、ここで結構お願いします。行きましょうか、はい。この曲はどちらも一緒に、なんかホットスタッフ、ホットスタッフ、ドザ様、ドザ様だそうです。ヘッドホンがないと、なんかね、感覚がさ面白いね、変な感じだね。やっぱ時計も必要ですね。時計もね、必要だね。図鑑が分かんない。写真、写真、こんな感じ、こんな感じ。これ全部かけたらちょこっとだけ CM までに時間が残るんですよ。ちょっと喋ってまたなんか CM 曲出すよ。あー、OK。もしもし。
せです。はい、はい、ですね、5時ぐらいにもう一度お願いしてもいいですか。あ、メールが来てる。はい、ありがとうございます。今は どんな感じ。あ、はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いいたします。今はまだ書く。はい、はい、ありがとうございます。あと30秒いたします。はい、3分余るんで、1通か2通ぐらい読んで、またちょっと曲を。2通ぐらいかな。そのまま BGM 上げて CM に。はい。なんか全部やってもらうっていい感じだね。うん。なんかこんなにいいの？ラジオパーソナリティも。いいのにさせてもらったです。一人でやるって結構大変ですね、喋るから。大変だよね。こっちにこう来たら、うん、マイク。今日はもうテストみたいな感じがあるよね。だから今日は本当にいろいろハプニングだらけなんですけど、それもそれでまたね。これしか読めない。2分あるので1通だけ読みます。1通だけじゃないしマイク。はい。大丈夫です。時刻は3時31分を回っております、はい、それではここで、はい、泉さん、はい、メールショットお願いします。ね、結構来てますね。お願いします。どうしたんですか、その感じ。はい、ハイミーインズビジュ。はい、これで誰だったか分かりますよ。エコザイル。エグザイルじゃなくて違うか。エコです。エコさん。オッケー。オッケー。ありがとう。指定好きなアイス、自分はマリラやストロベリーが好きだな。なんか似合わさ。ストロベリー似合わさ。かわいいな。かわいいね。して。はい、チョコレート系は甘ったらくてダメだな。現場からお伝えしました。ありがとうございます。社長のお伝えさん、あとはよろしくお願いいたします。はい、タイミー、後で注視に来ます。はい、ありがとうございます。パーサーキス取られるさ。まだ残しておいたよ。まだ。はい。はい、ということでね。はい、ストロベリーはさ、またなんかね、体調悪い時かなんか気分的に。欲しくなるね。わかる。めっちゃ甘いところ食べたいっていう時ね。そうそうそう。はい、夏はあんまりね、いい、うん、ジェラート系が好きになって。そうなんだね。ストロベリーが好きってちょっとエコザイルさ、似合わなくない？かわいいな。かわいいね。ペロペロだるくはかわいくない？ね。はい、ということで、皆さんからのメールまだまだ募集しています。はい。797。はい。アットマーク。はい。fmg1.com です。はい。それでは CM。はい。お願いします。入った？あと10秒です。あ、そうだったんだ。ハンバーグみたいな。あ、そうだね。ハンバーグって。
3時35分を回っております。今日はですねトロピカルビーチより生放送でお届けしてます。はい、ひじみさんどうよ、ね、さっきここでずっと探してたもんね、はい、そうだね、見つかった人だったら嬉しいんだけど、ね、そうそう、ツイキャスのさ黄色い顔の人も心配してますよ。ひじみさん、徳永前雑巾探してるのかな。ここにあったらいいですね。金金金ね、いやいいね本当に、はい、あ、ちょうどいい AKB ファンさんから来ました。ヘイヘイイーズハヤタン、ハヤミン、ハヤミン、タンマチーズ、チーズ、イーズハヤタン、ハヤタンいいね、タンマと混じった感じいいじゃない、いいね、かっこいいなって。ストロベリーね、いいよね。エコザイルさん、先ほどストロベリーが好きって言ったエコザイルさんか、かわいいって、チョコよりはマシかなと思うのは自分だけって。いや、なんかね、うん、隠れてますよ。あら、笑いって書いてるから、照れだし嫌いじゃない。果実、果肉、果肉が入ってて、甘酸っぱいのが特に好きだなって。いつもじゃない、いいですね、うん、ストロベリーの果肉は結構好きです、ね、あ、そうか、好きじゃない。私ね、結構ストロベリーっていうよりかは、うん、チョコ派だっけ。チョコミント、チョコミント、チョコも OK、チョコも OK。 何のチョコアイスが一番好きですか。私はね、さっきさ、アルファインデさんが販売系の美味しいって言ってた。あれ意外と美味しいのよ。どうした何もついてない意外と美味しいのよ。あ、わかるよ。最近の、私チョコじゃないけど結構このなんか棒の、はいはいはい、うん、そうそうそう、あれ好きですね。そうそうそう、あれ食べてからつくんでしょ。すっごい舐めてから、綺麗にしてからこらこらこらはい、メール来てますよ、はい、ではこの方ですね、はい、チャラ男の弟子ですってことで、はい、気になりますね、ジフンちゃんです。お名前言われちゃいました。ジフンちゃん、ありがとうございます。メディーの皆さん、タンマ手あげんでよ。メディーの皆さん、女神に、ではそばれ、はい、ウハウハな、その後や、そこの後や、こんちくわけなのね。メールを殺しに来てるよね。15時に無事、四日市に戻ってまいりました。来年はギノワンでもリスナーがジャックしちゃうと思うよ。楽しみにってことで、以上、チャラ男の弟子、裸族、裸族、裸族ですが、何かでした。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいね、私ちょっと聞いてたんですけど、はい、すごいいい進行でした ねなかなかメールできなかったんですけど、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。なんかね、こうやってさ、リスナーさん同士が仲良くなってさ、うん、放送までする、すごい距離がないよね。ないんじゃないですか、うん、ないと思う、ね、この絆、いいと思います。ね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では続いての方は、これ誰だ、あれだね、あの人だ、あの人しかいない、あの人しかいない。はい、はい、さい、さよみ、いじみ、うん、あんたたち、いやらしいね。生な生ねえよ、うん、なんでも MC モーミー IBC が、はいはい、今ありがとうございます、はい、アイスケーキだったら何でも好き、うん、昔お家の近くに町具屋で、うん、アイスケーキ一緒に買いに行こうとしたらお金がないから食べに行った。あ、いいね。スライド式の昔のアイスケーキの冷凍庫に頭突っ込んで、じゃあ噛みよデージチクリアミーしよった。ラヤミー、イジュミー、ワンがアイスケーキ食べに連れて行くさ。やった。私が1分以内に食べないとバレるよ。いや近くにいるけど、いるけどだって、うん、仕事中逆トゥイまたやーなスケベーだーやースケベーにスケベーって言われたくないさ。こういったスケベだよね。スケベだよ、ね、顔はスケベな顔してる、してる。もう見た感じからちょっとスケベ、藤井さん。モミーさん、でもね、本当モミーさんの存在がね、うん、いつもね、幸せになりますよ。そうそうそう、ほっこらとね、ほっこら、ほっこりでしょ、ほっこりだ。どうしました。ありがとうね。はい、ありがとうございます。アイスケーキさん、昔、なんだ、スライド式の伝統工房だったんだよ。あ、はいはいはい、その感じある、なんていうの、人数の地元
て下にいっぱい並べられてスライド式でアイスクリーム選ぶの。わかんない。それなんか懐かしいなと思った。すごい。お家が近くでね。そう。30円から買えたんだよその時。アイスケーキ。アイスケーキ。はあ、アイスケーキ食べる文化ないもん。あ、そうなの？うん。サーティワンのアイスケーキで初めて見ました。あ、そうなの？沖縄ってすごいね。夏でも食べない。うん、アイスケーキ食べなかったな。私もあの福井の人、福井のたまちゃんも食べない。一回食べたことあります。ほらね、やっぱり。そうなの？うん。信じられない。逆に信じられない。沖縄の人になってたね今。刺激的だね。DJ マシャってことで。
この人おかしくなってる。やっぱり私たち番組に出てからさ、6月どうしたの6月末だよね。いやおかしくなってるね。すごいね。手術必要かもしれない。いやもうこれ長期の入院でしょ。女も男はミントのように刺激的な女が好きだそうです。伊勢さんどうですか、そうだろう。回答はいつも歯磨きしてる。どこ言うにそっちで求めたらだね。同じじゃないですか。私未だになんかちょっと歯磨きの味っていう感じ。あ、そういう感じ。いや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 、やっぱり違いますね。違いますよ。まだ大人になりきれてない感じ。アイスも女も特徴のあるのがいいってことで。えずみさんもそう、ここのところなんとなく明るい。私ノーマルがいいですね。どうですか、あやみさんこそ刺激的が。刺激ないとダメですね、ある程度やっぱり、うん、ちょいちょい。これが毎日だったらこの。いやもうぶつかり合いじゃないですか。相手もそんな感じだと。そうですね。じゃあ相手は落ち着いた人がお願いします。チョコぐらいの。そして爽やかに、ね、ミントで包むっていうね。あ、ミントで包む、いいですね。いいね。思いました。はい、ありがとうございます。はい、あら、ゆうさんも来てますよ。ますね、はい、うん、みんなビキニじゃないのって。いや、ビキニの人多いですね。こっちこっち。こっちか。こっちはね、ちょっと今日はどうですか。もう今日ね、でも今日来た時に思ったね。あ、いや、ビキニでこれは良かったやつだって。良かったやつだって。嘘の海に入る、ね。じゃあもしかしたらあるかもよね。みんな見なくなるかな、そしたら。そうです、ね、いやいやいや考えないね。生のミント食ってくれてきますね。食べてきて、うん、歯磨きでもいいよ、ね、食べてもエコゼルさん、モシャさんにパンパられたって。いやほらほら怒ってますよ。本当だよ、いい加減にしてて書かれて。いやいや、マシャさんもこれね、使っていいかな、大丈夫かなって思いながら使ってる感じしません？そうだね。ちょっと気遣い屋だからね。うん、そうだね、意外とね。意外とね。あ、ごめんごめんって言ってきますよ。そうだね。シグナさんが、早見さん、泉さん、今向かってますよ。ってことで。ちょっともう終わりそうですけど、シグナさん、今日 FM 機の場に行ってるじゃないですか。もしかしたら。もしかしたら。ここトロピカルビーチですよ。どうですか、大丈夫ですか。通りすがったんじゃないかな。あと10分ぐらいで終わりますけど。そうだね、うん、でさ、気になるのはい、ありました。アイスケーキの話、うん、エコザルさんが早見の言ってるアイスケーキはガリガリ君みたいなんだはずよって。そうなの、そんなこと言ってた。これのこともさ、アイスケーキって言ってた。あ、そうなんだ。ねえ、うん、ねえ、おばあからさ、小銭もらってアイスケーキ買ってきなさいって言ってたもん。へえ、そうなんだ、うん、これにはびっくりですね、認めたね。そう、その3アイスケーキの中に袋に入ったかき氷のアイスもあるんだよ。甘いんだけど、今持ってる、ね、うんうん、甘いんだけど、その中でも小豆味とかもある。あ、袋のではないんだけど、あのアイスケーキでミント、あ、ミントとソーダだったり、はいはい、小豆だったり、はいはい、アンパンマンも、うん、あれもアイスケーキの中に自分の中で入ってた。あ、そうなんだ。でも結構このジャリジャリ系が、ジャリジャリ系が、あ、じゃあガリガリ君？ガリガリ君はちょっと高級。ガリガリ君の中では30円だから。そうそうそう、シグナスさん来ましたね。来ました、よかったよかった。アイブリ並んでもよかったですよ。ここで、はい、聞けないから中に入らないとやっぱり。あら、マシャさんとシグナーさん今着いたよ、うん、なんで見えるんですか、どこにいるんですか、マシャさん。やばい、あら、あ、こっちから見たんだ。こんにちは、こっち。ありがとうございます、シグナーさんも来てくれました。ありがとうございます。あ、サーティブ持ってきてくれましたよ。おー、すごい。いやー、ありがとうございます。今日のテーマにぴったしのありがとうって言ったけど、私たちのアイスがいたありがとうございます。中身なんですか、結構入ってますね。
光栄です。この夏にあったもうピッタシ、まだある。これは AKB さん。あ、ありがとうございます。どうもすいません、多いですね。いえいえいえ、どうしましょう。 AKB ファンさんが支えました。いや、ちょっとアイス来ましたよ。今日よ、キープ。黄色い顔の人がさ、いいぞ、早見、ターマ、すっぱだかで、すっぱだかで海に入ってもいいよって。あら、いいかしら、通報されますよ。でもちっちゃい時にさ、もう暑いからそのまま T シャツだけ、もう入ってよ、あ、ちっちゃい子は許される。ちっちゃい子許される。可愛かったでしょ。可愛かったね、昔は。今はね、可愛いけど、ちょっとね、口をうるさいね。ねえ、まあ、ちっちゃい子だと許しますよ。そうだね、うん、ありがとうございます。何歳まで許されるの？もうどうなんだろう、私の中では幼稚園ぐらいまでは。そうだよね、うんうんうん、そうだよね。お風呂も結構小学校。あ、なんか変なもの見えた。なんだろう。うわー、来た。アシャさんも来てますね。やっぱりいいよ、この外で放送するっていうのは。隠れた爪だけど超見えてた。見えてますね。すごいですよ。もうギラギラしてますよね。ギラギラしてますよ。似合う。言ってくればいいね。ね。そこで、いつ好きなアイス。うん。私はやっぱりラムレーズンですね。ラムレーズン。何それ。おしゃれ。さっきも言ってたよ。さっきずっと言ってたけど、ホッピングシャワーと間違ってたからさ。あと他にないの？なんか。あ、ブルーシールのアイスなんかない？とね、私結構ジェラート系が好きです。あ、そうなんだ。へえ。舌触りがいい感じ。なんか入ってくるみたいですね、マシャさんね。マシャさんは今から海に入るそうなので、いけいけいけ。そのままいけいけっていう。今、ゴーサイン出ました。はい、Sの泉さん、ニコニコしながら行きましたよ。早見さんもやっぱりチョコミント。チョコミント。あとは？あとはね、ブルーシールのパイナップルみたいなの。あ、私シーバーサ好きだよ。シーバーサ好き。やっぱりあっさりしたのやっぱいいよ。あっさりしたのね。あとさ、あれも好きなの。沖縄だけだと思うんだけど、外でアイスクリームっていうのがある。アイスクリーム。あのアイスクリームは美味しい。ドライブするでしょ。そう。わかる。そう。土日になると名古屋だったり、あのね、どこだ、いろんなね、中道路とかさ、そういったところでいるの。アイスクリーム売ってる人がいて。いますね。550円ぐらいなんだけど。ね、バニラなんだけどあっさりして美味しいの。わかる？これ沖縄だけ？沖縄だけ。アイリーさん結構運動会とかに出ません？チリンチリンアイスとかって。あ、出ないです。チリンチリン名前は聞いたことあります。チリンチリンアイスとかね行って、はい、運動会とかに出るんですよ。食べに行くっていうのが楽しい。そうなんだ。沖縄だったらずっと食べる。アイスクリームは美味しいよ。うん、ほら AKB ファンさんもすごく行ってましたね。いいですね。やっぱりね、季節はアイスが欠かせなくなってきますね。そうだね。はい。楽しみですか？うん。パパオイさん。うん。ただいま。3時倒しながら食べてるよ。外いいねって。ありがとうございます。ね、ありがとうございます。あ、たけちゃん。あ、たけちゃん。あー。ビューティーのたけちゃんだ。ありがとう。たけおみさん。たけおみさん。初めてかな、たけちゃん。たけちゃんね。たけちゃん。よく来てくれてますよ。ありがとうございます。ちょっといいよ。で、たまにタケちゃんの子もいいんじゃない？ここで。ね、いいかも。ビューティーもここにあるといっぱい来るはずね。いっぱい来るよ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、タケちゃんイケメンがバイバイしてるよ。いいパンツ。来て！すぐ来て！いや、いいパンツ。赤くてほら。赤いパンツね。赤パン似合うよ。揃えたらいいな。ね、日焼けもいい具合に。いい具合にしてね。観光結果だ。あんなだってさ、浮きが持たないんじゃない？そうだね。あ、もうあっという間のさ、もうサザンリーズ終わりの時間になってきたんですけど、あと2分ですね。どうですか、泉さん、今日外で。やっぱりいいですね、気分いいもんですね。いいの、ちょっと集中してないよね。水着の人行ったら、サザンチばっかり見てさ。そうそう。見て見て、こっち。とね、赤いパンツが結構多いですね。赤パンが多いね。多いね。またこの外で喋るのが毎日サザンブリーズの時間はこの時間は外で放送するってことなので、また明日も明日はアーチエースタで今後また調整してこっち行くんですか、こっちも
なるほど、皆さんそれもねチェックしながら、はい、楽しんでください、参加してください、いつでも来て遊びでね、遊べますよ、ここでも体操してもいいし、うん、入ってもいいし、なんでも、はい、はい、今日ももう終わるんですけども、はい、今セミ見つけました、あ、そうなの、こんな距離で見えるの、はい、はい、いろんなの見つけられてね、ありがとうございました、はい、ありました、はい、今日の月曜日担当は、私、早見と林泉でした、はい、今日もたくさんメールいっぱい来てたね、ありがとうございます、はい、では、それでは皆さん来週、ね、また、はい、よろしくお願いします、はい、では、さよならになりますか、それでは、せーの、さよなら、じゃあね、ありがとうございます、あ、たけちゃん、最後に来たんだ、ありがとうございます、マジいいこと、いいね、また書きますよ、今度はビキニで放送お願いします、たけちゃん、男性目線だった、男性目線だね、えへへそうね、そこもいいね、いやなんかあっという間だった、あっという間なんだけど、私も同じか、どっちかです、聞いてもらえますか、間に合ってました、本当、あ、大丈夫でした、うん、聞こえた、ね、全然わかんない、どうなってるね、はい、お疲れ様、ありがとうございます、シグナスさんもありがとうございます、いっぱい入ってるよ、わー、食べないとこれだけちゃん系じゃないの、見てみましょうね、はいよ、はいよ、はいよ、来たよ、はい、マシャさん、ここにいたね、じゃん、わー、すごいよ、めっちゃあるよ、プリさん好きな、バンチョコもあるね、マシャさん、あ、溶けてるよ、溶けるよ、溶けるよ、はい、溶けるよ、マシャさんも、溶けてって言って、マシャさん、多分今週ありがとうございました、はい、外のスニーカーで流す工事をやるみたいなんですよ、それで流せるようになったらちょっとこっちの辺を開けといたら喋ってる CM がなんか流れてるのが多分聞こえると思うんですけど、そのスニーカースニーカーが買わないのかなって、後ろ洗濯物があって、あー、アイスクリーム食べますか、マシャさん、池袋で来たのかよ、えぇ、ー、見に行っただけだもんね、ほんとに、マシャさん聞こえてました、ラジオ、ね、聞こえるけど画像だけカクカクしてるね、画像だけ、何で放送してるの、スマホ、もう一応ゲームで遅いんじゃないかな、速度とか、あ、普通のスマホでやった方が早いもんね、まだ、あ、そっかそっかって言われても、放送はどうでした、放送はね、問題ない、音自体は、あ、なんか最初早くて聞き、だけどさ、こっちで、こっちでさ、こっちで放送しても、うん、おうち電波がよって入らんわけ、うん、これどうにかできんかね、今そこ問題ある、ここは問題ないわけよ、うん、放送局自体に問題がある、あ、電波が弱いで、うん、ここでやるんだったら、ちょっと恥ずかしい、俺も入ってない、今も終わった、食べる、皆さんありがとうございます。一緒に食べましょう。こっちでやるんだったら、ここ電波強化しないとやばいぞ。何がいいですか？やばいぞ、やばいぞ。電波強化しないと。やばいぞ。何がいいですか？何がいいですか？マシャさん。あまり飲んでない。パパ何食べる？何があるんですか？ストロベリー。ストロベリーあるよ。そうなんだ。マシャさん、はい。マシャさん。あ、いいの、これ食べて、うわー、これ嬉しいな、熱いよ、熱いよ、熱いよ、中学生、これ、これか、いつ待たすか、これおかしいだろ、取るのもおかしい、これか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 、やだー、やだー、初めて持ったんじゃねえか、人生であれ、スプーンがないの、スプーンがないね、ありました、サーティワが入れないわけではない、何がいい、これ何、そうだね、お家の近くに世界があるなんて、え、どこなの、近く、俺目の前の気持ち、あ、マジで、何回来たんだよ、嘘、全部嘘、今車直してましたって、毎回来た、今分かります、スカイティーながらどこから来てるんじゃないの、あ、
何を鼻こそこそばっの近くこれも直したばっかり仕事今直したのいつも食べよう、うん、溶けちゃうよ溶けちゃうよあ、待ってマシャさんマシャさんいつはなんか何がいいか迷う迷ってるこれだけの残り込んでいい綺麗だよどうしようかなこれにしようそしてミントでもミントチョコ来たんだってマネさんだって誰がどっちがこれだっけタマちゃんも一緒にアイスはーい普通に画面ポンって押せたさん一緒に一緒にこれなんかそうでしょちょっと待っておかしくないこれなんで自分の顔してるえ待ってこれなんかインスタカメラが何だろうあそんな感じあそんな感じどうだろう子供これ美味しいですよねこれ食べるうんうんうんこれこれはいはい